綱なしおりは、日系オーストラリア人の女優。オーストラリアのニューサウスウェールズ州シドニーで、日系オーストラリア人3世として生まれた。2006年、日本で女優を目指すために、学校の冬休みに、シドニーから訪日。オスカープロモーション主催の、第11回全日本国民的美少女コンテストに、参加、審査員特別賞を受賞。2007年、3年 B 組。 金八先生で帰国子女の少女の役を演じて女優デビュー。オーストラリアの夏に母親と弟が土日して東京にて3人で生活。後に母親と弟はオーストラリアに帰国している。2008年、ユニチカ、ユニチカマスコットガールと江崎グリコ、ポッキーの第50代ポッキープリンセスに抜擢された。2009年、日本では 初の開催となる国際生物学オリンピックの生物大使に任命された。また、7万人、探偵に飛べでドラマ初主演。2011年2月18日に堀越高等学校を卒業。都内の大学に進学したが芸能活動と両立できず、2013年に中退した。2012年には第85回キネマ巡邦ベスト10。 新人女優賞と第66回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞を翌2013年には第37回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞2015年日本とトルコの合作映画海南1890でヒロインを務めるもともと、ハリウッド進出を計画していたわけではなかったが2016年に出演した映画 女が眠る時のウェインワン監督に海外進出を勧められたのをきっかけに徐々に海外に目を向けるようになり2018年にはジャレットレと主演の映画アウトサイダーやデッドプール2などハリウッドを筆頭とした海外作品への出演が続く2019年12月でオスカープロモーションを退社した役名の太字は主演作品ありがとうございます